戦力差は圧倒的だった。暴力で成り上がったはずの俺が一目見て冷や汗をかいたくらいだ。人形たちが連れてきた奴は俺が長年かけて育て上げた巨大なファミリーを一夜にして消し飛ばすほどの力を持っている。不意打ちを仕掛けたところで叶う可能性はないだろう。だがな、俺にも矜持ってもんがある。お前らの好き勝手にさせたまま最後を迎えるわけにはいかねえんだよ。これが金の力だ。ご名答だよ。クソ人形だ。お久しぶりですね。俺は逃げも隠れもしねえけど、ここでさよならしてやるよ。屋敷に乗り込んできた奴らに俺は叫びながら銃を乱射する。わずかにひるんだ人形たちにやはりわずかな満足感を覚えた俺は全身に巻いたダイナマイトに火をつけた。これで金庫も屋敷もこっぱみじんだ。お前らの計画は全て水の泡。俺の金は一銭だって渡すものかよ。激しい衝撃とともに視界が白く染まる。その光の中、ファミリーの仲間たちがいた。仕方ねえなと笑って温かく俺を見てる。ああ、俺はもう手にしてたんだな。長年待って損しました。
ごめんおじさんの二人でも OK。 やはり厳密にコツコツとお金を集めるしか方法はないのでしょうか。いやだ、楽したい。寝てるだけで金が欲しい。では次回こそはスマートに頼みましたよ。爆破装置はもう許しませんからね。